はい、皆さんこんにちは、SYK 代表北野です。今回は LINE アットを使って、うちがですね、メルマガ一切使わず LINE のみ完全で月3000万円を売り上げている LINE 配信で意識すべき5つのポイントってテーマでお話をしていきます。まあこれが LINE の配信を作るときに、まあどういう風な内容をそもそも送っていったらいいのかであったりとか、まあどういう風な内容に気をつけて、どういう風な、まあフォーマットに則って LINE の配信をしていけば、一番ね、反応がいいのか、より開封してもらいやすいのか、お客様にね、より、届き、そしてお客様の心に響く、そしてお客様の記憶に残りね、購買につながるような、そういったね、LINEと配信を構築することができるかという話をね、最後までさせていただきますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。そして特に LINE アットの発信っていうのは特にですね、今100リストあれば100万というぐらい、これ全然上がります。まあうちの場合とかは今年初で3億規模ってなってますけど、まあ大体トータルの LINE アットのリスト数、まあ3万リストぐらいなんですよね。なので、ってことは大体100リストあれば100万ぐらいと、まあ1リスト大体1万円から2万円ぐらいのまあ経済効果があるという、それぐらいの価値がありますので、よく LINE アットね、リストは集めたけどもなかなか配信してませんって、これすごいもったいないので、まあそういった観点も話しながらね、話していきたいと思います。で、まず1個目のポイントってのは何かっていうと、配信の頻度です。これどれぐらいの頻度でやればいいのってすごい重要ですね。で、これはね、一応明確な答えっていうのがあって、まあ、飲食店とか店舗、いわゆる店舗ですね。店舗系の場合はもう週に、まあ、週に1回から2回。多くても週に2回です。なんでかっていうと、まあ、店舗系の場合とかは、あんまり毎日やっぱ送るとですね、実際飲食店とか他のクリニックとかって毎日配信するところってほとんどないと思うんですよね。だから逆にまあ最低多くても週に2回ぐらいのコミュニケーション、あんまり多すぎるとやっぱブロックが増えてしまうっていうのがあるので、まあ、飲食店店舗は週に1回から2回。で、逆に、まあ、いわゆるコーチコンサルタント業とかお教室業とかの場合とかだったら、まあ週に3から4やっても OK と。まあいわゆる個人ネームで LINE を配信をしている場合とかだったら、まあ、全然週に3から4はやって OK。まあコーチコンサルセラピストお教室業であったりとか、そういった、まあ、英会話とかそういった教材を販売していたりとかもそうだし、まああとはそういった、なんだろうな、まあ、ダイエットコーチをしていますとか、まあ、そういったいわゆる教育ビジネスとかの場合とかだったら、まあ、いわゆる対人支援型ビジネスとかも全然、週に3か4で OK ですという感じですね。で、まあ、逆に物販とかだったら、まあ、物販もまあ、週に2から3ぐらいですかね。EC 系とか週に、まあ、多くても2から3ぐらいという感じになりますんで、逆にまあ、僕らみたいなこういうコンサルタント業の場合とかだったら、まあ、週に3、4、多くても5やっちゃっても全然問題ないよ、話になります。で、逆にですね、この配信しないっていうのがすごいやっぱ人が多くて、月に1回しか配信しないってやっぱ忘れられちゃうんですね。なので、ちゃんとここは配信していきましょうということになります。接触回数を高めていくっていうのがすごい重要になりますね。はい。で、2つ目が何かっていうと、配信時間ですね。配信時間。これ何時から何時がいいのっていう話なんですけど、まあ基本的にですね、まあこれもいわゆる業種によって異なるんですけど、まあ店舗、まあ店舗系の場合とかだったら、まあ大体ですね、まあ夜の、まあ19時とか、まあ20時とかですかね、19時とか20時あたりに送るのがまあいいかなと思うんですけど、8時以降にはまあ送ると夜の9時とかになるとちょっと迷惑になったりする可能性があるね、店舗の場合は。まあその場合は、まあ遅くとも20時までと覚えておいてください。ただ、ここで一個ポイントがあって、20時ちょうどとか19時ちょうどに送ったとしてもですね、やっぱライバル店舗とかもみんなやっぱり時間ぴったりに送るんですね。じゃどうすればいいかっていうと、LINE の配信っていうのは、送ると、お客さん側の LINE アットの LINE のトークに通知が行くわけじゃないですか。ってことは、ライバル店舗お客さんが登録してるのはあなたの LINE だけじゃないから、一斉に19時ちょうどにいろんな人から LINE 来ますよね。で、あなたのトークをできるだけ上に持っていくためにはどうすればいいかっていうと、ここを1分ずらすんですよ。1分、2分、3分ね。とか、22時5分にするとかね。22時5分にするとか、2、3分ずらすみたいな。19時3分に送信するとか。まあ、そういう感じでちょっと2、3分ずらしてあげるっていうのは結構重要。で、まあ、コーチコンサル系の場合とかだったら、まあ、大体、まあね、まあ18時でもいいし、18時3分とかね、まあ19時3分とか、まあ基本的に18時、19時、20時っていうのは結構ね、同業者みんな送ってくるんで、僕は逆にあえて21時7分とか、22時4分とかっていう感じで送ったりしますね。まあ大体22時7分、22時4分とか、大体この辺の時間帯に送るっていうのが、まあ結構ね、まあ、家族がいる方とかでもお母さんを寝かしつけて、まあちょっとお風呂に入ってとか、ご飯にを食べた後にちょっとほっと一息スマホ見た時に、あ、北野さんから LINE 来てるなみたいな状態を狙って、僕はあえてこういう時間帯に配信してると。すべてこれね、まあ何が言いたいかっていうと、マーケティングってのはすべて意図して戦略を考えていかなきゃいけないと、すべて一個一個の初動に意味があるよっていうことなんですね。僕の LINE の配信を見てくださっている方だったらわかると思うんですけども、すべての配信文言に意味があります、ちゃんとね。まあ、そこはね、すべてね、ちゃんと理解をするっていうのがすごい重要と。で、三つ目は何かっていうと、話口調ですね。LINE の配信、これは文面の話なんですけど、話口調、
LINE の配信っていうのは基本的にやっぱフランクさがやっぱ求められると。まあこれは別に今、コンスタント業をしてたりとか、修行してる、まあ固めの職業をしてる人いると思うね。でも、そういう場合だったとしても僕とかも結構ですね、フランクな、そういったいわゆるコミュニケーションツールなんですよ、LINE ってね。まあ今の時代って、まあメルマガとかって今までだったら長文でコピーライティングでうんぬんみたいな時代ありましたけども、今そういう時代じゃなくても LINE でのコミュニケーションってよりフランクでお友達とか、ね、恋人とか奥さんとかとやり取りする、そういうぐらいのフランクで LINE になってるわけじゃないですか。できるだけ短文で話しくるんですよ。覚えてほしいのが、できるだけ短文の話しくるよね。だから僕とかも結構 YouTube ライブとか LINE で配信告知するときとも、ちょっとまだ起きてますとかね、ちょい今起きてるみたいな、1時間後にライブやろうと思うんだけど見れますかみたいな、以上みたいな。まあ、こういうのでも全然いいわけですね。まあ、実際この LINE の配信に関してはうちのタクスではですね、全24台テンプレートっていうのがあるんで、その間に合いに沿ってうちのね、クライアントさんとかうちと、契約させていただいてる、まあ、導入企業さんとか結構そういうの配信とかをね、活用していただいてるんだけども、まあ、基本的にこういったハーフ、短文での話し口調っていうのがすごい重要になりますと、いうことになります。で、まあ、4つ目に関してはですね、なぜ今なのかって、なぜ今教育ですね。ホワイの配信ってすごい重要で、まあなんでかっていうと、お客さんって別に、あなたから商品買わなくても死にはしないんですよ。まあ、病院は別ですよ。病院買えると死ぬからね。でも別に、お客さんはあなたのお店に行かなくても死ぬわけじゃないですよ。美容室行かなくても死なないですよね。あなたの会社で、教材買わなくても死なないんですよ、お客さんはね。別にダイエット、あなたのパーソナルトレーニングお金払わなくても死ぬわけじゃない。でも、なぜ今すぐダイエットしないといけないのか、なぜ今すぐね、お肌の手入れをしないといけないのか、ここなんですよね。で、僕自身も先日ちょっと美容室行ってきたんですけども、まあ、僕は別にそんな薄毛悩んでたわけじゃないんだけども、ヘッドスパ僕いつも行くとセットでつけるんですね。で、そのヘッドスパ美容師さんにしてもらった時に、その方に、今日ちょっと新しい内毛取り入れてるですね、まあ、抜け毛になりにくいですね。若いうちから、今のうちから予防しておくとすごい効果的なね、そういった薬用の、まあ、医療用のね、そういったシャンプー、トリートメントがあるんで使ってみますかみたいな。で、使ってみて。で、あ、結構良かったんですよね。で、まあ、全然僕は薄毛とかになることはないんですけど、ただ、まあ、若いうちからそういうのケアしておくといいよ、予防がすごい大事ですよっていうのをさらっと言ってね、あ、じゃあそれちょっとくださいみたいな感じで僕はその、まあ、買ったわけですけども、まあ、結構するんですよ。2本で6000円とかね。まあ、でも、それも結局、なぜ今のうちから薄毛を予防しておいた方がいいのかっていうことですよね。例えば、今のうちから予防しておかないと、いわゆる髪の毛が生えなくなってからでは遅いんですとかね。もそうだし、あとは今のうちからしっかりとね、そういった集客の対策をしていかないと、ね、集客できなくなってから遅いんですとか、もう手遅れになってから遅いんですっていう教育をしっかりとしていかないと、お客さんは行動してね、あなたの商品にお金を払うってことはしませんので、ここをバシッとやる必要があります。で、最後三つ目は何、五つ目何かっていうと、いわゆるこれは価値観の共有ですね。まあ、いわゆるこれはまあ、いわゆる企業さんとかだったら、まあ、いわゆる従業員の方とかに対してのそういった、まあ、社内のミッションビジョンとかもあると思うんだけど、いわゆるここでの価値観っていうのは、自分自身のキャラとか自分自身の思いっていうのを伝えていく。例えば、私がこのビジネスとか、私が今コンサルしてるんだったら、このコンサルタントで私がクライアントを接するときに気をつけてるところはこういうところですというか、まあ私がクライアントに対して、こういうふうな思いでいつも接しているんですって思いだったりとか価値観ですよね。だったりとか逆にこういうお客さん来ないでくださいとかっていうのも自分の意思なわけですよ。それって意思をバンバン配信することによって、本当に自分のことを好きでいてくれる。そして、自分にとっても理想のお客さんっていうの人だけが来るようになると。しかもプッシュ型ね。こっちから営業してゴリ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 やって契約取るんじゃなくて向こうから来るようになる。そういった、プル型のね、営業マーケティングってのは可能になりますんで、そのためにこの価値観の教育。うちもそうです。こういうお客さんは来ないでくださいねっていうのはもうバシッと言ってます。まあ、うちとかはね、結構審査とかもさせていただいてるんで、弊社のスクール入りたいけども、うちも断ることも全然あったりするんですけど、まあ、こういったところがすごい重要になってくるわけですね。なので、基本的に今、LINE の話では、頻度、時間、話し口調、なぜ今配信、価値観の教育。この5つはまず最低限ね、重要になってくるので、まず押さえておいていただきたいなというふうに思います。はい、ということでね、今回の少しでも勉強になったという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、そしてね、下の概要欄からぜひ LINE で登録していただくと、SN 集客動画こういったのプレゼントしてますんで、ぜひそちらもゲットしてみていただけたらというふうに思います。それではね、今回動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。